節外れのまとまった雪に見舞われた札幌では市民が雪かきに追われました。冬型の気圧配置の影響で未明から石狩や尻部市を中心に雪が強まり、札幌では午後5時までの24時間に11センチの雪が降りました。ああ、少し重たいよね。まあ、降るときは降りますからね、しょうがないですよね。実は去年の札幌は3月20日に積雪ゼロでしたが、今日正午の積雪は76センチと平年のおよそ 1.5 倍となり、観光客は大はしゃぎの様子でした。空港来た時は本当にもう真っ白で周り見えないぐらい積もってました。雪期待してきてたんで、予想以上に降っててちょっと面白かったです。一方、午後には雪解けが進み、路面はシャーベット状態となりました。わだちや水たまりを避けて歩く人も見られました。ぐしゃぐしゃで歩きづらい。ここで来てまた雪っていうのはいかがですか？ちょっとテンションは下がります。夜には気温が氷点下まで下がる見通しで、路面状況の変化に注意が必要です。